子どもからお年寄りまで元気に爽やかな汗を流しています。そんな中で今回はお年寄りと若者が共にスポーツを通し仲間づくりをしながら楽しんでいる姿を紹介します。東京農業大学の学生チーム農大拓殖ハッピーと地元のゲートボールチーム鶴巻教授会ゲートボールクラブ、松ヶ丘ゲートボール友の会の交流試合が行われました。農大拓殖ハッピーは善戦しましたが、お年寄りパワーに圧倒され連敗でした。ゲートボールは各チーム5人で30分間行われます。第1ゲートを通過することが最低条件とされ、相手のボールを場外に出しながら自分のチームのボールを3つのゲートを通過させ、中央にあるピンに当て得点を争うゲームです。じゃあ仕切りよ。ほらほら、ナイスです。8番はきっと外してくれると思うんですよ。4番第1ゲートを通過。皆さんとやっててすごい優しく教えていただけますし、すごい楽しいと思ってますね。おばあちゃん真っ黒になって丈夫でいいですねなんて言いますけど、でもこれも生きがいにしておりますから。年寄りになった時にもし若い人と遊んでくれるだけですからね、やっぱりそういう気持ちになるとやっぱり一緒にこう楽しめた。町内ですね、町内に帰ってきて今度はゲートボールを始めてから、その非常にその友達ができたことですね。ゲートボールやることにおいて、で今日も集まっていただいた皆さんにはもう全然知らなかったんですよ。ところがゲートボール始めてからこれみんな知って知るようになったんで、友達がもう何十人でできちゃったんですね、いっぺんに、ええ、ゲートボール仲間にこんな人もいます。でたまたまやってるうちにね、
ゲートボールに誘われた入らんかんということでゲートボールの中に入ったわけです。でその後ね、その貯金作っては、なんかの大会ありますね。その時にね、私の作ったやつを賞品としてね差し上げてるわけです。このアルミ缶はですね、ゲートボールに行く時に道路に落ちたそのものを拾ってボランティアに一応寄付してるんですよね。結局12月の助け合い運動の時にその松永とし友の会のゲートボールとして助け合い運動に出すわけなんです。早朝6時羽根木公園に100人から200人ぐらいの人たちが集まり、ジョギング、ラジオ体操、散歩などを楽しんでいます。そんな中で世田谷ジョギングクラブの仲間は爽やかな汗を流しています。その仲間は20代の主婦から80歳のお年寄りまで年齢もまちまちで仲良く楽しんでいます。やってると非常に毎日気持ちがいい。でやらないとなんとなく物足りないっていうようなそんなような生活になって変わってきましたね。やっぱり明るくなったということと健康になったということが何と言っても大きいですね。ここへ来てもみんな偉い、その大会社の社長もね、我々労働者みんな一緒ですから、走ってる時は。家族に送られてハーレーに乗って出かける麻生さん、今日はどこまで行くのかな。ジェンツオブハーレークラブの仲間3人がツーリング。若いですね。ハーレーに乗ることが夢だった仲間たち、やっと乗れる年になりました。仲間の子供たちはもう結婚する年頃になっていました。麻生さんの家族の方にハーレーに乗るお父さんについて聞いてみました。ハーレーの時のそういういろいろな話をしている時、生き生きしてるし、とても60歳には見えないなっていう感じですね。いつまでも若々しくてとってもいいことだと思ってます。爽快です。ちょうど馬に乗ってですね、それで話は大げさになりますけど、アメリカの大陸をね横断するような気分ですよ。春だとみんなが見に来てくれますし、また目立ったがり屋の集団みたいなもんですからね、それが一番じゃないですか。なかなか一人じゃいけないと思う、仲間だと連れてってもらいますんでね、道知らないところでも。それが一番楽しみでやってるんですけどね。最後に若者と一緒にテニスをしている安藤さんを紹介しましょう。
今日もテニス教室の仲間と一緒に心地よい汗を流しています。私たちもあの年まで続けられるかどうかなかなか自信がなくて、続けられるもんでしたらやっぱりあの年までやりたいですね。あのだんだん自然となんていうか馴染んできますからね。あの普段のこうぐるぐる回りながら練習してますとやっぱりみんな仲間だと思いますよ。結婚に間もない人とか奥さん連中多いですけどね、でキャキャ言いながらやってますからね、楽しいですよ。男性ですからね、女性と一緒にこう混じって話したり遊んだりするのはいいんじゃないですか。ラジオ体操を通したり、またみんなの口コミとかですね、そんなんで筑次このスポーツの輪が広がったと思います。中高年者が多いもんですから、まあ老化防止とか、まあ、健康管理はもちろんですけど、やはり健康を重視して始めたという方が多いですね。大会なんか行きますと、もうああ今日も今年もまた会ったねとかですね、顔なじみに会うことがね、また楽しみの一種というのがありますですね。スポーツ真っ只中、お年寄りのスポーツ熱と仲間づくりはますます盛んです。